腰を落としているこの軌道ということでね、はいはい、よどいいバントしなきゃいけないというね、みんなにとってもプレッシャーはあるでしょうし、しかもこの元木、そして駒田もダッシュしてくる、バントした元木だ、元木取ってセカンドへ送球、アウト、一塁はどうだ、一塁もアウト、ダブルプレー、元木のファインプレーですね。これはもう本当にそのツーストライクまで追い込んだのも元木君ですし、はい、このダブルプレーを作ったのも元木君ですね、さあこの本当素晴らしいプレーですね。レフからのご覧いただくとよくわかると思います。ナイスプレーですね。そうですね、非常にいいプレーですね、これで2アウトランナーがありません。ですからこういう一つの大きなプレーでですね、ゲームの流れがガラッと変わるということありますからね。本当そうですね、